恐ろしい女の霊がさまよっているというお化け屋敷に HBC の女性アナウンサーが迷い込んだ。そのお化け屋敷は呪い指輪の家と呼ばれている。さまよう魂を鎮めるため入った者は女の指に指輪をはめなければいけない。夏休みガッチャンコ HBC スペシャル、しばらくの間恐怖の世界にお付き合いください。お疲れ様です。2018年恐怖の世界に足を踏み入れる犠牲者はこの人。 HBC の看板番組アグリ王国北海道ネクストを担当する森優香アナ。森アナは世の中で怖いものって何でしょうか？世の中でなんだろう、お金？全然出てこないな。権力とかですかね。やっぱり権力は怖い。今日はここになぜ呼ばれてきたかありますか？モンスケ TV のコメント撮りは嘘です。そういうことかも。言ってみて。そうですよね、この時期のだってそういうよくわからない取材なんてこれしかないですもんね。そしてもう一人。お疲れ様です。お疲れ。どうぞどうぞ。HBC の夕方ワイド今日時で活躍する森田絹子アナ。何ですか？はい。絹子さんの怖いものって、世の中で怖いものって何ですか？世の中で怖いものですか？ヒグマ。なんで？ヒグマはよく夢で月に1回ぐらいヒグマから逃げる夢を見るんですけど、なんかこう心霊体験的な怖さは経験したこととかある？私はあまりお化けが信じないのでないです。何の話ですか？何の話だと思いますか？あれですか？ノルベソですか？お。はい。何ですか？今日の収録は何だと思ってここに来ましたか？え？モンスケ TV じゃないんですか？じゃないんです。結構あれですね。ドッキリってこう日にちかけるんですね。結構 1、2 ヶ月前から言われましたよね。こんばんは、与永瀬奈です。ガッチャンコ HBC 本日は特別納涼編です。題してガッチャンコ HBC 夏休みスペシャル。そうですね、こんなに外に出るのが嫌だなって思うことはないですね。あんまり。はい、今回はこの2人にお化け屋敷に入っていただきます。でもお二人はもうアナウンサーなので臨場感あふれるリポートをね。リポートするんですか？もちろんです。言っておきますけど、これは任務ですよ。リポートをしてくる。で、たくさんのお客さんに HBC が誇るあのお化け屋敷に遊びに来てもらおうという業務命令ですから。なんだろう。お化け屋敷が嫌っていうより夜長に負けるのが嫌。すごかったよね。だってメイクルームでさ、マスカラしながらきぬちゃんが「やだな」とか言ってたら「でも逃れることはできないからみんないるから」ってね「でも逃れることはできないからみんないるから」ってね。マスカラ、そういうものまねはいらないんでもういきますよ。ここで尺を使いたくない。レッツゴー。HBC の女性アナウンサー3人が向かったのは札幌お化け屋敷2018呪い指輪の家。訪れる者を底なしの恐怖にいざなう。 HBC の夏の風物詩ともなった女子アナのお化け屋敷体験。過去3年にわたり数々の女性アナウンサーが醜態を晒してきた。2018年の恐怖もこれまでをはるかにしのぐ。さあ、会場に到着しました。今からお二人はこの夏一番の思い出を作ることになります。いやー、楽しみですね。すごい、どんどん言葉が出てくるもうね、私は一番楽しいですよ。イライラするから見られない入り口ではあるミッションが言い渡される。そのミッションとは、屋敷の中をさまよう妙子という女性の薬指に元婚約者の指輪をはめてあげることだ。そんな2人で「はいどうぞ」なんて、そんな甘いことはないですからね。考えてませんから、私。後輩、これはもうアナウンサーになった宿命だ。何ロスにならないの？ガッチャンコ HBC。何どっちに進めばいいの？一人でお化け屋敷の中に入った森田アナは、まずこの屋敷をさまよう女の霊の悲しいストーリーを聞くことになる。阿久津という男と結婚生活を始めた妙子は奇妙なことに気づきます。彼が庭の花をすべて折ってしまうのです。花を踏みにじることを咎めると、阿久津は妙子の薬指を折ってしまいました。やがて妙子は失踪した元婚約者が庭に埋まっているのを見つけます。やったのは夫の阿久津です。秘密を知られた阿久津は妙子を部屋に閉じ込めてしまいました。妙子は阿久津との関わりを断つため指輪を外そうとしますが、指が折れているので外れません。指輪が外れたのは妙子が衰弱死した後のことです。妙子は怨霊となり阿久津を呪い殺し、まだこの屋敷をさまよっています。彼女を沈める方法はただ一つ、永瀬の指輪をその薬指にはめてきてあげることだけです。無理だよ。怖いよ。こんにちは。何メートルくらい進んだ？お家に入ったんです、そしたらなんか無理でした。でもね、ここでお疲れ様とは言えないんだ。もう一回先輩と一緒に最後まで入ってもらわなきゃいけないんだ。いやだ、行きたくない。ダメですこれ部長も局長も取締役も社長もみんな見てますから、もうブツブツ言ってたら査定に響きますよ。怖っ査定だよ世の中で怖いものって何でしょう？全然出てこないな。権力とかですかね。権力は怖い。くぞ。もりもりコンビ頑張って。待って待って。何がいるかわからないから。ゆりが綺麗ですね。ゆりが綺麗だね。綺麗だね。大丈夫。ここは庭だ。やばいやつですよこれは。でもここ多分廊下ね。廊下ね、もう絶対ちょっと空いてるものだって。なんでドア曲がってるんですか？わかんないよ。呪いかな。でもさこれ行かないとさダメだもんね。やめてよ。待ってこっち来よう。家だからここ家だから大丈夫だから電気を消したんです。いいですよ、もう渡します渡します。殺すって言ってるよ、殺すって言ってるよ。太鼓は私だけの。いやーすごいこれ。どうしよう。変な汗かいてきちゃった。いや、どうしよう。やっぱり愛する人の気持ちがやっぱり女のね執念って怖いね。いや、わかるよ気持ち。同じ女としてわかるよ。同じ女としてわかるから大丈夫。笑わせないで。同じ女としてわかるよ。この後、恐怖に震える森アナウンサーに思わぬ敵が現れる。中は真っ暗でもすごい声が聞こえる。ガッチャンコ HBC。 恐怖に震える2人。ここで森アナウンサーに思わぬ敵が現れる。でもすごい声が聞こえる。でも絶対来るよね。やめてよ。ノックするかい。大丈夫？ちょっと喉乾いてきちゃった。大丈夫？はい、ちょっと待って、これ落ち着く？普通の廊下とは思えないな。名探偵キノコ。よし、3、2、1。あ、ごめんなさい。森田アナの怪しい動きに森アナは完全にペースを乱される。キムちゃんのせいでさ、私2回も呪い。今出てきました。行く手に広がるのは深い暗闇。狭い通路を進むうちにやがて方向の感覚はなくなる。どこかから何かが飛び出してくるかもしれない。不安と恐怖が重なり合う。でもだってあっち行かないとさ、ドア開けられないんだもん。気持ちわかるから。気持ちわかるんだ。気持ちわかるんだよね。一回開けますか。めっちゃリアル。うわー、いるわ。立て続けに襲いかかる恐怖を乗り越え、呪い指輪の家はいよいよクライマックス。2人はこの屋敷をさまよう妙子と対面する。妙子の魂を鎮めるため元婚約者の指輪をはめてあげるというミッションに挑む。怖い。これ出るのはこっちですね。引き戸かな。待って、これ結構勇気いるな。待って終わんないですよね。なんか終わんない。あ、行きますよ。行こう。大丈夫。絶対大丈夫ですか？大丈夫。頑張れ。いいよ。お疲れ様でした。いやー、なんかすごい汗だくじゃないですか。びっくりするぐらい汗かいた。どうでした？暑い。どうしよう、すごい暑い。記憶がないです。でも私ずっと聞いてたんですけど、ずーっと喋ってましたよ。もうね、結結構中がもう音楽だったりいろんな音とか雰囲気がありすぎる。何なんかもうどこから何が来るかもわからないし、雰囲気がありすぎてもう喋ってないと怖い。黙ってたらなんか来そうだし、うん、しかも家の構造が複雑。どう傾いてるとか言ってましたよね。おしゃれなんですよ。おしゃれなの。見事でした。リポートも素晴らしい。うん、いや、本当お疲れ様でした。では2人から一言ずつお願いします。はい、お化け屋敷でヒヤッとした後は、HBC テレビ土曜午後5時からのアグリ王国北海道ネクストでぜひ皆さん温かい気持ちになってください。はい、そして毎週月曜から金曜3時44分から今日時、そして金曜深夜1時25分から達ログ。今日は取り乱しましたが、いつもはもうちょっと冷静に明るくやっていますのでぜひご覧ください。そしてガッチャンコ HBC もよろしくお願いします。ではお化け屋敷また来年。2人を脅かしてご満悦の与永アナ。台本通り番組を締めたはずだったが。今までないぐらい大きい声出してたね今日ね。本当ですか？うん、張り切ってたね。めっちゃ張り切ってた。張り切ってたね今日ね。じゃあ張り切っていってもらいましょう。そういうこと。与永アナ、予感はしていた。去年金ちゃんも結局入る羽目になったんですよ、うん、だからもしかしたらそういう流れになってしまうんじゃないかっていう不安もあって、今どう逃れるかっていうのを考えてます。トシ大丈夫だ、トシ大丈夫だですかね。本当に嫌いなんです。泣かないで。ここまで拒否するのには理由があった。実は去年与永アナはお化け屋敷を体験していたのだ。恐怖が限界に達すると一緒に入った谷藤アナを置き去りにし逃走するという醜態を晒していた。これ本当に無理です。本気、誰か一緒に行ってお願い。私も行くんですか？リアルにあと20分で終わろう。リアルに20分無理です。本当に私もう無理です。レッツゴー。はあ？無理無理本当に。ガッチャンコ HBC。まだ入り口付近。与永アナの恐怖心に引っ張られたのか、一度経験したはずの森田アナもこれ以上前に進めなくなってしまった。レポートのレの字もないですよ、与永アナに関して。いや、私最終的に何、今日保護者行かないと。分かったってもう見ないで。怖い。本当に嫌いなんだもん。怖い怖い。与永の手ベタベタしてて嫌だ。去年も言われた。すごいもうこの手が怖い。これ進めよ進めよ。やだまた乗れ。来るからね。いや来ないで。来るよ。何が。だってあなたいいか森さん私のケアもしてください。ちゃんとはいいいかいいか大事なことを言うぞ。あんたらね怖がってるけど私が一番前に行くってことは私だけが驚くんだからね。これ7年目だからもう大丈夫。何え動く足掴まれたりします？靴ちゃんとスニーカーにしてからネタバレする。バランスなってだって同情しちゃうんだもん。ちっちゃい声で仕組みをバランスなってだって同情しちゃうんだもん。すごいすごいここ先頭。いやできない。行こう。ここだけ先頭。死にそう。全然頼りにならないじゃん。で、おい。もうやだ私。みんな嫌い。私こんな予定じゃなかったし。なんで。こんな予定じゃなかったでしょ。本当に私は本気で嫌いだから、さすがにそこまでみんな鬼じゃないと思ってました。鬼です。鬼番組です。1年に1回嫌いになることがあるんです。お化け屋敷、見事ミッションクリアしてきました。本当に日々こうなんか溜まってるいろんなものがここを出ると一気にバッとなくなって心が晴れやかになりますので、この夏の思い出を作りにぜひいらしてください。ぜひいらしてください。札幌お化け屋敷2018呪い指輪の家は9月2日まで、皆様のお越しを心よりお待ちしております。